こんにちは、ウーファーの岸本です。今日はですね、軽量の三脚を、中ぐらいのサイズですけどね、これちょっと新しくしたので紹介したいと思うんですけど、デジタル一眼を使い始めて、そろそろ三脚が欲しいなっていう方から、どういうのを買っといたらいいかなっていうのことを聞くんですが、これもその使用用途によってね、全然違うんですよね。で、こういう軽量のものは持ち運びが楽で、パッと出してパッと取れるという利点はあるんですが、剛性がやっぱり強くないので、普段望遠系のものを使う方なんかにとってはちょっと華奢に感じるかもしれないですよね。そうすると、ちゃんとこういう微量の雲台がついたタイプのものを使った方がいいんですけども、こういうのを常に持って歩くっていうのもね、なかなか大変かもしれない。なので、結局いろいろいるわけですよ。それで、私はこれ以前持ってなくて、これはもう本当にちっちゃいミニ三脚ですよね。それでメインに使ってた軽量のやつはこれなんですよ。ウルトラマキシ SF っていうやつで、これも多分10年以上使ってます。多分 HD になった頃かなる前ぐらいから使ってます。物持ちがいいというか、割と自分でも綺麗に使ってるなと思うんですけど、壊れたこともないです。ベルボンのやつですね。で、この上が、このマンフロットの、足がカーボンの 190CX3 というのに、雲台は現在、MVH の 500A というのがついてますけども、この2本を、状況に合わせて使い分けてたわけです。これだとちょっと小さいし、これだとちょっと、ヘッドがねついてるので、持ち歩きながらいろいろ撮るという用途にはちょっと向いてないんですよね。ヘッド外せばいいんですけど、つけたり外したりも面倒だなと思ってて、これのちょっと中間的な機種が欲しいなと思って、一応手に入れたのがこれなんです。で、これはですね、こういうセットで売ってるわけではなくて、この足がベルボンのウルトラ455という足に、雲台はこれベルボン、同じくベルボンの QHD51、 これ多分もう廃盤になってて、今新しい型になって、ここにもうベルボンのクイックシューがついてるタイプのものになるんですけども、これはその前のタイプで、上に好きなものをつけられると、直接カメラをつけてもいいし、こういうリリースプレートをつけてもいいというタイプのもので、これすごくいいんですよ。デザイン的にはこれと一緒で、それの一回り大きいやつ。これ何がいいかというと、回すとこのダイヤルというかですね、つまみレバーというか、これがですね、とても大きくて、すごく回しやすい。こちらも一緒ですね。一回り小さいんですけど、すごく回しやすくて、かっちり止まるんですよね、このボール、自由運転。なので、気に入ってるんですけども、これ廃盤になっちゃったんですよね。で、ここに今アルカスイス互換のクイックシューをつけてますけども、今これ一脚につけてる、マンフロットのちょっと古い雲台ですけど、 701HDV、 これ前にも紹介してますけども、この GH シリーズにカウンターバランスがぴったり合うんですよね。なので、この雲台を、ここにつけることもできるということで、ちょっとパンチルトをやる機会があるなと思うときには、ここにつけて持ち歩けばいいなと思って。それで、普段これにヘッドをつけてないのは、これを持っていくときに、これとかこれを持っていくときにはですね、よくジンバルを併用して使うんですね。パンチルトで撮るよりも、むしろちょっと近づきながら見上げるとか、GH5 を載せられる陣容のジンバルと、こういうものと併用していると。1本だけでやりたいという方は、これに
こういう小さい雲台をつければ、一本でそこそこいろんなことができるなというふうに思います。で、これとこれの違いはですね、これ一番伸ばしたとこはこれなんですよ。よいしょ。で、ほぼほぼこんな高さで、この真ん中の足を伸ばしても、このぐらいの高さで、あくまでもちょっと旅行用の三脚っぽい高さなんですね。で、こちらはどうかというと、もう一段長い、おっと、手もいっぱい伸ばさないとダメぐらいの。これ以上長いと、このねじる方式のクイックだとちょっと厳しいですよね。で、実際これ一番広げたところで、ガクガク入ってますかね。あ、ギリギリ入ってるかな。あ、もうちょっと抜けてるかな。で、ここからさらにちょっと後ろに行きます。これだったら入ってますかね。ここからさらにこんだけ上がるんですよ。なので、ここまで上げられると、私のほぼ身長ぐらいまで上げられます。167ぐらいなんですけど、ですからかなり高いところまで行けて、剛性的にもまあまあしっかりしてます。なので、マンフロットを持ち出して、こう雲台を使う時以外は、フィックスで取るにはこれで十分かなというふうに思ってます。デジイチの場合ですけどね。で、こちらの方はもうちょっと大きいハンドヘルドとか、そういうものまで載せられるので、大きいカメラと併用する人はマンフロットとかの足で雲台を使った方がいいかもしれませんけども、デジタル一眼で、普段なんていうんですかね、動画は撮るけども、いろんなとこ歩き回って撮ることが多いよっていう人は、何回も三脚を出したり入れたりするわけですよね。そうすると、最初のうちはいいんですけど、だんだん面倒くさくなってくるので、やっぱりさっと取り出して、さっと取れてということが簡単にできる方がいいと思うんです。それで、これの足を買った時に、一応ベルボンの付属品で、こんなペラペラのケースついてたんですけど、めちゃくちゃ中途半端なんですよね。もうこれつけてくれはるんやったら、もう500円引いてつけへん方がマシみたいなのがついてきました。ほんで、こちらの足にはですね、こういう巾着タイプの袋がついてたんですけど、これが結構重宝するんですよね。これのペラペラですけども、ケースから出した後にこうやって畳んでバッグに入れて、そのまま持ち上げるので、こういうものをこれにもつけてほしかったんですけど、あんなちょっと中途半端なものがついてたので、一応これ用に同じくベルボンから出てるんですけど、畳める三脚ケースというのがあります。で、こちらはですね、これがぴったり入って、この出した後にこうやって畳めるんですね。畳んでバッグに入れるということで、三脚ケースって結構ね、丈夫なやついろいろあるんですけど、例えばこれマンフロットのちょっと細い目のケースですけど、これも衝撃を受けた時に保護するために、ちょっと何て言うんですかね、こうスポンジみたいなのが入ってるんですよ。ですからこれ、畳めないことはないけども、結構かさばるんですよね。現場に行ってこういうものを置いとく場所がないとかいうことも結構あるので、そういう時には小型の三脚は特に、このケースは畳めた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、私の三脚の考え方なんですけども、この本に実は書いてます。42ページ。ここで三脚の紹介はですね、一応長寿務用系の機材というふうな分類で書いてます。っていうのは、三脚って一回買えば結構長く使えるんですよね。カメラなんかはよく買い替えても、三脚は買い替えなくても壊れてなかったら、次のカメラでも次のカメラでも使えるので、10年20年とかね、
私の実をなんか多分20年ぐらいもう使ってるんですよね。なので、まあ、買うんだったらいいものを買った方が僕はいいと思ってます。でなぜ三脚にこだわるのかということをまず全文として書いてるんですけども、撮影の基本は基本的にはフィックスなんですよ。カメラを固定して撮るということですね。これはまずきちっとできるということと、それからあと、まあ、パンニングチルティングですね、横方向の振りと縦方向の振り、それにはこういうビデオの運台がいるんですけども、まあ、それが滑らかにできるということが基本的にまあ動画の三脚の基礎的な機能、まあ、必要十分条件だと思うんですけど、ですので、まあ、自分のカメラに対してそういう機能がきちっとできることがまあ重要だということを全文で書いてます。どういうふうに書いてるかというと、その景色を見るときに首をまあ左右に振ったりとか、こう見上げたりとかいうときに非常に滑らかに人間はこう首を動かすわけですね。でそれと同じような目で見たこう景色が本当に再現できる機能が三脚にあればこれベストなわけですよ。ですからですね、どういうふうに書いてるかな、これ景色を見るときの基本動作、その見えるときの風景を見たままの感じで感じの雰囲気で映像化したいときに、まあ、三脚を利用して同じように視線を動かしたい、これができる三脚を使って練習して初めて納得がいく動きが実現するというふうに、まあ、最初のところに書いてます。そのためにはまあどういうふうにしたらいいかというのを、まあ、ここ、まあ、うんちくをいろいろ書いてるわけです。で結局まあ動画用の三脚は最後はビンテンがいいですよみたいなことをまあ書いてるわけですけどね、はい、またこれもしご興味のある方はぜひビデオグラファーの制作術という2015年に出した本ですけども、現在もまだ販売されておりますので、ぜひ手に取って見ていただければと思います。 1291g。ちなみに GH5 にこのレンズを、1240のレンズをつけたものが 1175g ですから、これだいたい一緒ぐらいの今重さですということで、私が使ってます、まあ、軽量でしっかりしてて、機能的にもまあまあいいんじゃないかなと思える今日は三脚のご紹介でした。もしよろしかったら、グッドボタン、それからこういう映像はまた見てみたいなと思われる方はぜひチャンネル登録をしてですねご覧いただければと思います。また質問等ございましたら、質問、コメント書き入れていただければと思います。それではまた。